こういうとこはすぐ真似するのな。四球狙いで消極的な打席が増えて新庄が切れるところが想像できる。チャンスで見逃し三振してブチギレそう。近藤が揃ってるわけじゃないんだから、チーム全体で三振許容できないと四球なんて増えないぞ。毎年やることコロコロ変わって選手も大変だな。四球増やすよりも長打やロコのチーム、単純に清宮と野村の得点力が上がればもっと簡単に点が取れるんだぞ。全員同じアプローチじゃな。ノーコンに四球出すなとうるさく言ってもそんなの無理やろ。来年の新庄、岡田監督と同じことやってるのに選手がいられてくれない。のぼっ面だけ真似してもねって感じ。練習から采配まで一貫したものを1シーズンやり通せなきゃ。新庄ハミノさん嫌いやなかったんか。去年四球選んだ清宮に触れ寄ってイチャモンつけてただろう。育成やってる間のために選手の邪魔すんな。秋キャンプは守備だけ、四球改善、まんま岡田だなこれ。打つ能力ないと美濃さん増えて無駄しにするだけやで。